皆様こんばんは。どうも。今日は学校の図書室での反日図書の実態というテーマでお話をさせていただきます。今年の夏、大きく新聞を賑わしたので皆さんもご存知かと思いますが、今年の夏は裸足の件の問題が、たくさん取り上げられていましたよね。それは去年の12月に島根県の松江市で裸足の言語利用者の中で非常に日本軍の悪いことをしたと書かれている業者があるとの要請を受けて、閉鎖措置といって裸足の言を図書室の本棚ではなくて図書室の中にしまってしまうという命令が出されたんですけれども、それが今年の夏くらいに撤廃となって、また裸足の言が子どもたちが読む図書室に戻ってしまったという事件です。そのような問題を受けて、今実際に学校の図書室にはどんな問題があるのかということを雑誌ゼロさんから依頼を受けまして調べることにいたしました。それでまず初めにいろいろな教育委員会に電話をかけまして、裸足の言の問題を受けて今学校の図書室を調べさせていただきたいので見学したいんですけれどもというふうに話をしましたら、ことごとく断られてしまいまして、やはり裸足の言の問題などを受けてきっと反日図書のようなものを見つけて、悪く書かれてしまうと思われてしまったのか、どうしてもほとんど取材拒否をされてしまって、なかなか学校の図書室を見ることができないというところまで行き詰まってしまったんですね。それでインターネットで調べましたら、いくつか学校の図書室を市民に開放しているという学校があったので、そこを利用して行ってみることにしました。まず東京の豊島区では、何十校かの小学校で開放を行っているんです。時間は夕方の4時から5時と大変短い時間だったんですけれども、その中で一つ決めて行ってきました。図書室の中に入ると図書の担当の先生に戦争についての本を見たいんですけれども、どんな本がありますかっていうふうに聞いたら、あまり種類はないんだけれども、まずは裸足の言がありますと言われて、裸足の言が10冊あったんですね。で、他にはどんな本がありますかというふうに聞いたら、あまりないんですけれども、この本ぐらいしかないですって言って渡されたのが、この私たちのアジア太平洋戦争という本だったんですね。で、実際に子どもたちが戦争について調べようとするときは、この本を見ながら調べているということでした。全部で3巻あるんですが、2巻と3巻しかなくて、1巻は今子供が借りているということだったんですね。一体どんな本なんだろうと思って中を開いてみました。1人の人が書いているのではなくて、おそらくいろんな人が書いているので、きっとおじいちゃんやおばあちゃんが自身の戦争体験などを書いているのかなというふうに思って、ページを開いていったんですけれども、まず前書きのところで、私たちの国日本は今から70年余り前の満州事変に始まるアジア太平洋戦争を起こし、中国をはじめアジアの国々とそこで暮らす人々に大きな被害を与えましたという文章で始まっています。そして日本がアジア諸国に対して行った侵略加害の事実を認識するためにこのような内容を作ったというふうに書いてあるんですね。実際に中を読んでいきますと、慰安婦と言われた孫新土さんという女性が書いているんですけれども、この方は2年前の12月に日本大使館の前で、韓国ソウルにある日本大使館の前で日本政府に対する謝罪と賠償を求めて、元慰安婦の女性たちが水曜日デモというのを行っているんですけれども、その1000回を迎えた時に外務省前を1300人の人が取り囲んで、逃げの鎖と言って手をつけて輪を作ったことがあったんですけれども、その時に車椅子でその現場にいて、その日本政府に謝罪と賠償を求めたいと話していた慰安婦の方がこの本の中で書いているんですね。で、また松井弥生さんなどが行いました、天皇陛下などを裁くという模擬裁判を行ったことがあったんですが、そこで模擬裁判の中で昭和天皇陛下が有罪になった話が出てきたり、非常にこれを読んだ子どもたちが大きな日本に対してのこの自虐視感をぶつけられてしまうのではないかと、とても
ても心配するような内容がたくさんありました。でどうしても私この子供が借りている一巻というのを見てみたいと思って、あそこならあるかなと思って港区の田町にある男女共同参画センターというところに行ってみたんですね。そこにはやはり同じような慰安婦問題だとか南京内虐殺に関する本がたくさんあるのであるんじゃないかと思って行ってみたらやはりありました。それで調べてみたら今子供が借りているという第一巻は例えば参考作戦だとか南京大虐殺の話がたくさん書いてありまして、特に参考作戦については焼き尽くす、殺す、死尽くす、奪い尽くす、そういったことが参考作戦と呼ばれるもので、実際に4000万人いた人口は2500万人まで減ってしまいましたということも書いてあるんですね。今子どもたちがこの本を読んでる子どもがいるんだと思うと大変心が痛むことがありました。でまた小学校だけではなくて高校などではどんな本があるのかなと思って調べてみたんですね。そしたら本当にたくさんの自虐史観と呼ばれるものの本がありました。でどんなものがあったのかちょっとご紹介させていただきます。例えばですね、例えば神奈川県の中でやはり高校の図書室を月に2回くらい開放しているところがありまして見に行ってきたんですね。そして普通図書室というのは大きな分類があって歴史という下に日本史とか世界史とか他のアジアの歴史とかいろいろ書いてあるんですけれども、それをざっと見ても日本史と世界史というような分類しかなくて、その本を見てみたら日本史図鑑ですとか世界史図鑑など割とこう中立的に書いてある本しかなかったので、あ、ここの学校はそんなに自虐的な本はないのかなと思って安心して帰ろうといたしましたら、たまたま振り返ったら大きな分類で平和コーナーというものがありまして、そこの本棚が残念ながら全部自虐的な本だけで埋まっていたんですね。ざっと数えてみたら150冊ぐらいあったんですけれども、150冊全部自虐的な本で、本当に自虐率が 100% という大変驚くべき内容でした。どんな本があるかといいますと、例えばそうですね、中国機関車連盟といってソ連にシベリア抑留をされた後に中国の武順という強制収容所に収容されて長い反省文を書いて、日本がどれだけ悪いことをしてきたかという反省文を書いて帰ってきたおじいちゃんたちの集まりが中国機関車連盟というところなんですが、そこの本がまず目に入りました。でその本は、ですね、アジアの侵略、中国における日本戦犯の告白という題名で、実際に本を開いてみるとたくさんの死体の写真があって、そしてどんなにひどいことをしたかという日本人の告白という形で書かれていました。他には題名だけご紹介しますが、アジアの声、侵略戦争の証言、本田武史さんの南京への道だとか、南京広島アウシュビッツだとか、また中国人強制連行の記録、慰安婦たちの太平洋戦争、従軍慰安婦の話など本当にたくさんの自虐的と呼ばれる本がありました。このようにたくさんの学校を調べていったんですけれども、ほとんどの学校がやはりこういった本がたくさんあるという現状だったんですね。そのような中で千葉県の船橋市にある小学校は大変の興味深い実例がありました。この小学校に調べに行ったら、やはり同じように自虐史観の本が30冊ぐらいあったんですけれども、同じぐらい30冊ぐらい保守系の方々の先生が書いていらっしゃる本も揃っていたんですね。なので、あ、この学校はバランスよく本を取り入れているんだなと思っていたんですけれども、よく見るとその自虐史観的な本がなんだかすごく黒く、本の腹の部分が黒く手垢で汚れていまして、そして保守系の先生の方は比較的こう綺麗だったんですね。なのでそれを見た時に、あ、やっぱり自虐史観の本の方がよく読まれていて、保守系の本、先生が書かれた本はあまり読まれてないのかな、
なとがっかりもしたんですけれども、でも何かおかしいなと思って、図書の担当の先生に話をお聞きしましたら、実はそれらの本は自虐史観と呼ばれた本は全てその図書館ができる時に教育委員会の人たちが選んだ本だったそうなんですね。そして保守系の先生が書かれた本は全て市民からのリクエストで入っているとのことでした。なぜそれが分かったかというと、その図書室は本が1万8000冊入っているんですけれども、入った順番に番号がついているんですね。そしてちょうど1万5000冊くらいが一番最初に教育委員会が入れた本で、1万50001冊目くらいからは市民のリクエストで入った本なんだそうです。で、実際にその番号順に並べてみたんですね。それをどれくらい、どんな本が入っているかというのをちょっと並べてみたんですけれども、例えば、題名だけお読みしますけれども、番号が若いものですと、慰安婦たちの太平洋戦争、日本占領下香港で何をしたか、強制連行と従軍慰安婦、朝鮮人従軍慰安婦、731部隊などなど、そういった自虐的な題名の本が続いていくんですけれども、ちょっと1万5000を境に本が、例えば高文雄先生の本ですとか、下條正夫先生の本、また東中野修道先生の本や、新しい歴史教科書、また桜井淑子さんの本ですとか、園彩子さんの本など、全く本の色合いが変わっているんですね。で、職員の方に聞きましたら、大体平成14年くらいからそういった本のリクエストが増えてきたんだという話を聞きました。実際平成14年に船橋って何があったかなと思ってちょっと調べてみたんですけれども、平成14年には千葉県の船橋市で図書館に勤める女性職員の方が保守系と呼ばれる方々の本を107冊勝手に処分してしまったという事件があったんですね。そして新しい歴史教科書を作る会の方々たちが、このような自分たちの本を勝手に捨てるなんて、それはひどいのではないかと裁判に訴えたんですけれども、結局はそれは図書館側の自由だということになってしまったという事件がありました。実際渡辺正一先生の本ですとか、藤岡信先生の本など107冊が捨てられてしまったそうです。おそらくこの平成14年に本が捨てられたという事件と、平成14年からこの小学校でたくさんの保守系の先生方のリクエストが増えたということが、どれだけ関連があるかは私もわからないんですけれども、もしかしたらその地域に住む住民の方がそのような事件を、受けて、このような正しい歴史の本を子どもたちの目から遠ざけてはいけないという願いを込めてリクエストをしているなどとしたら、この学校の図書室の事情というのも大きく変わってくるのではないかなと思います。今回図書室を調べてみて、たくさんの自虐図書があってとてもショックを受けたんですけれども、この千葉県の船橋市のようにきっと住民の力でどんどん本は変えられていくのではないかなというふうに思いました。以上、です。ありがとうございました。